さあ始まりました今週のダイヤモンドコレクション。今週は夏目さんの秋バズ Z ですね。はい、じゃあ皆さん一緒にやってください。はい、夏目ゆきとバズっちゃおうぜー。はい、はい、ちなみに2クール目に突入しました。おめでとうございます。ご好評につきね。はい、ありがとうございます。皆さんが見てくれたおかげです。はい、ということで1クール目は、まあ、私夏目ゆきの半生を遡ってね、いろいろお話してきたんですけど、2クール目1発目はマイチング夏目先生のお悩み相談室というコーナーができました。ちょっとセクシーな感じ。マイチング夏目先生、懐かしい、はい、懐かしいさすが感じる。皆さんご存知の通り、はい、マイチングマチコ先生の、はい、原作者海老原武史先生をお迎えしたりとか、はい、まあ、様々なゲストさんをお迎えして、まあ、お悩みを解決していくっていうコーナーなんですけど、なるほど。どういう悩みが来るんですか。でもそれって、まあ、その海老原先生のお悩みがですね、はい、あの娘とお風呂に入りたいと。ちょっと待って何歳ですか娘さんは。娘さん確か中学生ぐらいだったと思うんですけど。まずいんじゃないかな。アウトじゃないですか。まずいんじゃないかな。でも完全にアウトな年齢だったので、ちょっと回答の方は、解決策の方はちょっと番組を見てお楽しみにしていてください。どうなったの。察しはつくけどねっていう。真実確認しましょう。じゃあ確認しましょう。ただ海老原さんスケベな思いじゃないって言ってたの。なるほど、わかりました。愛情ですよね。はい、そうですね。じゃあ早速本編で確認していきましょうか。はい、はい、それでは今週のダイヤモンドコレクション、どうぞ。レッド番組だった夏目ゆきとバズっちょ令和2年ダイヤモンドコレクション第3週のコーナーとなって、ついに史上初めて、おめでとう、おめでとう。それもしかも今回2クール目に突入しました。たったの2クールか。もっとやろう、もっとやろう。はい、第3週の月曜この時間は夏目ゆきとバズっちょ Z でよろしくお願いします。この番組はバズりそうなゲストとともにトークを繰り広げていくバラエティ番組となっております。この放送をご覧の皆さんには夏目ゆきのツイッターをフォローし、本日のキーワードを入れてつぶやいてくださった方に出演者全員のサイン入り色紙を抽選でプレゼントします。おまけにこちら、本日のゲストの海老原武史先生のマイチングマチコ先生のイラストも抽選にてプレゼントするよ。みんな応募してね。今回の解決ゲストはこの方、昆布ちゃんです。よっ、何すね。ドラゴンボール芸人の昆布ちゃんです。うん、ちょっとすごい格好されてますね。すごい、すごい格好じゃなくて、うん、これ普通、当たり前だろ。当たり前だろ。私服、うん、今日地球侵略隊に来たんです。そうそう、地球をぶっ壊す、ぶっ壊す、違うしね。今日ぶっ壊しに来た、ぶっ壊しに来た地球を。ラディッツとマジンブーで今日はやってます。マジンブーとマジンブー。今日はなぜかお悩み、お悩み解決側で、解決側だから、解決できるんですか。いや解決できるでしょ。俺らも悩みあるぐらいなのに。悩みある、悩みあるから。破壊に向かわないですか、解決しようとして。どうどうどう、解決はできますか。解決どうなんだろうな。困ったらなんか、占いババとかで、ね、占いババ、そこはなんかいいんや。ラディッツ先生です、よろしくお願いします。続いての解決ゲストは、はい、伊藤ピン。はい、お願いします。なんかついにMC から今度コーナーで相談役、コーナーの解決先生の3人で。でもすごいメンバーで解決だよね。何人、うん、ついますからね。今日はいや安心、帰って。それでは最初のコーナーに参りましょう。解決マイチング夏目先生のお悩み相談室。コン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 なってます。はい、どちら様ですか。海老原と申します。40年同じ漫画描き続けて、いや、なんか打ち立てたりなんかしたんですけど、打ち立てたりうちの娘が高校生、もう今度入るんですけど、一緒にお風呂入ってくれないんですけど、高校生、いや、待って、おかしいおかしい、中学まで入ってたんですけど、どうしたらいいでしょうか。え、娘からもう完璧断られちゃうんですか。やだ、これあきちゃん女性。いや、もう海老原先生のスケベ心をやめるしかないんじゃないですか。もう私的には小5ぐらいからもう無理です。だって小5ですって。そうなんだ。だから上の子が高校で嫌だって言ったら下の子真似し始めちゃって、この間まで入ったんで、中学まで。すごい。上はね、
ラディッツ的はどうですか、ラディッツ先生は。え、だからその普段その家でほらあんまりいろんなものあるだろ、家って、うん、テレビとか、あるある、だからそのお風呂の中だともうそこだけの空間になるから、ね、余計嫌なやけど、いやらしい意味じゃない。お風呂場とか車の中の会話って大好きなの、うん、車の中の会話って喋るしかないじゃない、うん、すごくいい会話ができたんだから、あ、分かる、本当に心割った会話できるんですよ、うん、子供部屋じゃなくて台所じゃなくてキッチンじゃなくてお風呂場でしかできない会話とかあるんですよね、うん、もっと親密だね、そういうのができなくなって寂しいなって、今日マジなんですよ。お互いだからその裸だから、うん、その気使わないで ね、もっと深い話しようぜっていう。じゃあどこまで逆に一生生涯それ結婚したの。だから先生はだから大人のね女性として見てるんじゃなくてやっぱ子供だから、ね、いつまでだってもね、いやすごいいいこと言ってる、これ嬉しいですね。ちょっとコミュニケーションが寂しいなと思って、だんだん親離れしてってるなってのがね、本日のねコーナーマイチング夏目先生つけたのはですね、うん、まあ、海老原先生に来てもらったっていうのもあるんですけど、まさにこのこちらにねあの句法が書いてあるんですけど、海老原先生と共同で作ったんですよ、これ本人、これ私なんですけど、はい、マチコ先生をこう似せてもらって、すげえな、私の荒川区議会議員としての政治の報告書を海老原先生と、マイチング夏目先生としてコラボして、文章つまんないのが多いんで、グラフとね、あのこれすごい分かりやすい、すごいいいと思う、そういうのって他のやってる方はいないんですか。ないでしょ、ちょっと漫画になってるのあるけど、まんま漫画ってあんまりないんで、ね、これはすごいね、なんかそうでしょ、これを楽しみしてくれたらね、あやっぱりちょっと増えればいいなと思ってね。マイチング、娘さんとお風呂に入りたいというお悩みで解決していこうかなと思うんですけれども、先生皆さん大丈夫ですか。大丈夫、それぞれのお悩みの解決はこちら、どう私はもう諦めよう。ほらこれだな、娘よ目を覚ませ。僕、はい、じゃんけんで勝ったら一緒に入る、はい、海老原先生ね、お悩み解決しましたが、この3つの回答なんですけど、これでアダース、これアダース、今夜から早速ほらじゃんけんじゃんけん強くなって頑張ってください。ありがとうございます、ありがとうございます、また来てください、また来てください、バイバイ。マイチング、何やってんだ俺。さてさてね、海老原先生の悩みも壮絶な、もう欲張り悩みでしたけどね、次どなた、あ、どうぞ、どうしました、どなたですか。はい、私チーム赤坂ってグループなんですけど、ちょっとお悩みあるんで、ダメだ。なんか帰ろうかな。帰ろうかなって言ってるよ。先生は NG ですけど、夏目先生が NG です。ありがとうございます。いらっしゃい。いらっしゃい。はい、どうぞ。はい、じゃあ自己紹介してもらいます。はい。チーム赤坂のみこちゃんこと宮沢みことと、ちなっちゃんこと平井まちなつと、あさみんこと佐藤あさみと、ほのほのこと高橋さのかです。私たちチーム赤坂です。よろしくお願いします。超かわいい。どうぞどうぞ。全員なんかね、可愛い占いババみたいな。占いババ持ってないです、持ってないです。占ってくんない。ない能力はないですけど。ね、こんな可愛い赤坂ちゃん、チーム赤坂ちゃんですけど、どんなお悩みを今日は持ってきたんですか。私たちチーム赤坂のお悩みは、メンバーの一人が同い年なのに、メンバーとのジェネレーションギャップが激しいことです。メンバー間で話が伝わらないことが多いため、解決したくて相談に来ました。先生、解決お願いします。お願いします。え、そのメンバーは誰と誰と。ジェネレーションギャップが激しいメンバーですね。ほのほのこと、ほのほのくらいですけど、ほのほのちゃんで呼んでいいですか。あ、全然全然。ほのほのちゃん、はい、で大丈夫です。ここ全員22歳で、同い年なんですけど、ここ3人と1人で話が通じないことが多い。ここしてんなよ、ちゃん。あ、まさかの。違う、あ、違う違う違う。ちょっと待って、一番あかん。ぶっ飛んだよ、伊藤P。伊藤先生、いや、だって3人違うって言うんだもん。同い年、同い年、同い年、同い年だけど、一人だけ話が合わないのつもりはないんですけどね。でもどちらかっていうと、40代の方々とお話が合うような。でもね、これ見た感じの貫禄と落ち着きたい。ほなかちゃん、ダントツ。なんでだろう、オーラ。佐野は読んでません。あ、全然読んでません。22歳、スナックで働いてんじゃん。え、本当。いやいやいや、ほのかちゃんのことを掘り下げてみないと多分分かんないと思うので、赤坂に、チーム赤坂になる前は何をされてたんですか。
チーム赤坂に入る前は声優をやってました。声優、どういった声優を？準所属だったんですけど、うん、アーリーウィンズっていうところに所属していました。どんな役柄の、なんかどういう声をやったのとかは、そこではあまりやってなかったんですけど、学生の時に麻雀で、フランスの麻雀アプリのフランスの留学生のキャラクターとかをやらせていただいてました。ゲームアプリよね。それで麻雀を習ったと。あ、もともと遊んでました。もうそこからね。例えば、一人だけギャンブルが好きだったり、例えば一人だけすっごい、もう本当私たちがもう子供の時のアニメを知っていたり、みんな生まれる前のやつ知ってたりとかっていうので話が通じないことが多くて、何を知ってる？好きなアニメとか何？そう、好きなアニメでもコードギアス。最近じゃない？古いのかな？古いのは古いけど、伝わらなかったのはハニマル。わかんない。いや、ハニマルって何？多い、多い、多い、そうそうそう、多いハニマル。え、ちょっと待って、田中真由美さんの。ここが違います。あれ、私もわかんない。これ、これ、ま、あんの？アニメじゃないじゃん、だよね。おーい、ハニマルです。そうです、変わらない、変わらない。そうだね。でもアニメは3人はどうなんですか？アニメは大好きなんですよ。本当にメンバー間で、例えばたわいもない時間の会話が全く通じないってなるちょっと問題なので、これからのグループに関わってくるんで、ちょっと解決してもらっていただきたいですね。これはちょっとなかなか、じゃあそろそろ私たちで考えて悩みを解決していきたいと思うんですけれども、はい、私たちチーム赤坂、アベマ TV で放送をしている原宿学園という番組から誕生しました。こちらの番組ただいま絶賛放送中でございます。ぜひね、私たちのホームページとかツイッターなんかからね、ぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。そしてさらにチーム赤坂、番組だけではございません、はい、なんと LINE の公式アカウントがございます。イエーイ。はい、こちらの公式アカウントの方もぜひぜひね、チェックしていただけたらと思います。合わせてよろしくお願いします。お願いします。夏が来たバズっちゃおう。イエーイ。先生方、いや、解決できました？ちょっと悩んだ。私もね、いろいろ悩んだんですけど、私の方ではちょっと2つ。おお、ありがとう、ありがとうございます。じゃあ、本当の年齢を教えてください。喋った感じサバを読んでるんじゃないかやはりハニマルでしたっけ？ハニマル、ね、ハニマル。私は今年で30になるんですけど、わかんないんですよ。2つ目、ジェネレーションギャップを埋めるためにもっと仲良くなりましょう。おー、それ大事だね。そうですよね。合わないって言ってたので、じゃあいっぱい喋りましょうっていうことでした。どれがこれだ。お、大丈夫だ、ドラゴンボールでなんとかなっさ。なりません。なるだ、解決になりません。まずそのために大冒険しなきゃいけない。決めよう、一回一回やってみるぐらい何個集めなきゃいけない。僕はね、これ4人で夢と目標を決めて一つに向けて頑張る。頑張ってるはずなんだよ。頑張ってるはずなんだよ。さあ、じゃあ決めてもらおうよ。いつでそれぞれが指で刺すのね。そうそう、指で刺す。せーの、せーの。本当の年齢。本当の年齢だって。え、待って、ドラゴンボール、ドラゴンボール、ドラゴンボール。それでは今回のお悩みは夏目先生とナディッチ先生で解決。どうですか、赤坂さん、お悩みは解決しました？解決しました。よかったよかった。私たちこれ選んだので、はい、これちょっとね、大事に飾って、はい、チーム赤坂でもう心に留めたいと思います。はい、心の悩みを聞いてみます。ありがとうございます。聖徳太子が2020年の予言をなぜか残してるんです。2020年には2つ予言が残されてる、はいはいはい、これ聖徳太子未来記っていう、そこに書かれてる記述としては、2020年に黄金が発掘される。それで、うん、世界中のその貧困問題とかが解決されるっていう予言が残ってるんですよ。これ黄金の国、うん、ジパングって昔は呼ばれてた、はい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 、この黄金の国のこの黄金っていうのが、これが全部出てくるんじゃないか、うんうん、あとはその首都が移動するっていう。どちらに移動するんですか？京都です。京都？舞い戻って
ってくれた、じゃあ。そうなんですよ。これは聖徳太子がすでに、うん、言ってる、もう書かれてた。本当に戻ってきたらやばいです。そうなんですよ。頑張りません。本日の都市伝説は2020年黄金が発掘されるかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。一個の出来事で先の未来を大きく変えることができるっていうことで、そんな普通だったらありえない、そんな常識をぶち壊していこうっていう思いで作詞した曲となりますので、バタフライフェストも聴いてください。常識だって壊しゆけ、ご紹介するのはこちら、カラオケメロディーランド町屋店。早速入ってみましょう。
たします。サクピザパイトマトでございます。わーめっちゃ美味しそう。当店で一番よく出ているピザパイでございまして、パイ生地がですねサクサクもちもちっとしていまして、女性のお客様によくオーダーされております。早速食べてみたいと思います。サクサクもちもちのピザパイトマト、お味の方は？うん、美味しいです。めっちゃもちもちの生地でめっちゃ美味しい。わー、タピオカ。こちらどんな味のタピオカですか？はい、向かって左がですね、タピオカミルクティーでございまして、右側が、沖縄黒糖ミルクとなっております。両方とも、台湾産のタピオカを使用しておりまして、黒糖は沖縄のものを使用しております。いただきます。もちもちのタピオカと黒糖ミルクがマッチしてて最高です。葉っぱのブレンドがオリジナルなだけあって、めっちゃコクが深いミルクティーとなってます。ぜひ飲んでみてね。店内には3台のドリンクバーが設置してあります。自慢のドリンクを試してみてください。町屋最強のカラオケ、メロディーランド町屋店にみんなも来てみてね。私の歌も歌えるよ。今回ご紹介したのはカラオケメロディーランド町屋店でした。どこまで知ってる？夏目秋オタククイズ。ペットの名前をそれぞれ答えてください。先ほどの曲名にもありましたよ、覚えてますか？サービス問題。あと2匹いるんですよ。あ、そうなんだ。難しいかも。頑張って。4匹いるんだ。そう、はい。それでは時間がやってまいりました、はい、皆さんフリップボードをオープンお願いします。ビーブー。まあこれをね言ってもね、パーコピーコペーコプーコちょっとこれは違いますね。はい、正解。おい、正解。お、あ、詳しく書いたから逆ですね。これうさちちがピーでしたね。あ、はい、ピーブーでブー。惜しい。ピオちゃん、ピオちゃんが抜けてますね。ちょっとブーハムスター、ピーウサギ。ちょっと伊藤ちゃんのこれどうですか、面白くないですかこの書き方。省略。そう、淡白すぎて。ブーだった人はブーブーブー。伊藤さんもブー。3人ブー。4。じゃあ他の方はポイント何点ですか？これポイント、これは、まあ、サービス問題なんで、はい、これ 0.5 点です。 0.5 点これポイント換算してる人いますか？はい、はい、0.5 点です。はい、今のは 0.5 点。はい、はい、じゃあ次の問題いきましょう。夏目秋の身長は何センチでしょうか？これむずいかもしれない。あんま言ってないんですか？あ、でも、うん、正解だぞって見せてきたファンがいる。あ、そうそうそう、もう俺は知ってるぞって。でも身長わかんないか。リオちゃんとほぼ一緒だよね、ヒントは。うんうんうん、ほぼ一緒。そうですね。ちなみにリオちゃんファンの方、何センチか見ますか？リオちゃんの身長。149です。お、あ、やった。何で知ってるの？すごいな。正解。お、158。そんな高くない50センチもないですから。あー、惜しい。はい、正解。正解。お、154。違う、微妙。お、あ、正解、正解。おー、さすが。おー、ツイッターアイディオで。おー、すごいすごい。正解だ。助け合いという曲はヘルプマーク普及啓発ソングとして発売した曲ですが、歌詞に何回ヘルプマークが出てくるでしょうか？これ結構簡単だと思うので。それでは時間がやってまいりました。皆さん準備はよろしいでしょうか？フリップボードオープン。もう分かんない人さ、101回とかめちゃくちゃ書いてんじゃん。桁違いや、うん、すごいな。ちなみにこの中で正解は、お、リオリオのファンの方ですね。実は2番の頭に1回しか出てないっていう。なんと、カバクにつけたヘルプマーク、気づいてほしいお願いのとこしかこの曲ついてない。分かった？いや、クイズだから多いかなと。あー、引っ掛けと思ったってこと？言い訳です。はい、これもちょっと難しかったから2点とかにしましょうかね。ではもう結果集計ですよね。
じゃあ3位まで上げます。はい、うん、あの今日の得点3位まで上げます。はい、3位の方から発表したいと思います。おお、知ってる夏目秋オタククイズの3位、ダイさんです。ダイさんから一言、私のどこが好きですか？うん、笑顔が可愛いとこ、はい、ありがとうございます。ダイさんでした。じゃあ次2位をね、早速発表したいと思いますが、おやじさんです。おめでとうございます。私はどんなとこが好きか聞いてもいいですか？頑張ってるところ。頑張ってるところ。ありがとうございます。素晴らしい1位に輝いた方は、くらさんです。くらさん、私のどこが好きですか？負けないって頑張ってるところですか？ありがとうございます。はい、そんな感じでね、はい、じゃあ夏目秋マニアクイズ、お、なんだっけ、オタククイズだっけ、知ってる夏目秋オタククイズ、ありがとうございました。夏目秋とバズっちゃおう。せー、じゃあ皆さん、うん、告知ありますか？おう、俺はね、あの YouTube やってて、昆布ちゃんの昆布チャンネルっていう番組、面白そう、やっててモノマネやってたりとかゲームやってたりとかするんで絶対見てくれよな。絶対見てくれよな。見てね、見てね。僕の方はね、5月に劇ドラの特別編っていうのが上映しますので、ぜひ楽しみにしててください。夏目秋とバズチャー Z の公式オリジナルグッズができました。ロゴ入り T シャツとロゴと顔の写真入り T シャツです。どうですか？欲しいこれ。え、売ってるの？4000円。安い。え、買ったの4000円。夏目秋とバズチャー Z。今日もね、たくさんのお悩みゲストを来てもらったんですけど、うん、いややっぱいろんな人がいるよね、本当にありきたりなやつ、ありきたりなんだけど、いやだけども本当、あのキャラクターがね、みんな生えてるっていうか、うん、すごい僕面白かったけどね、逆にどんなことを解決したらいいのかってこっちが考えちゃう、うんうん、チーム赤坂さん、本当みんな可愛くてキャピキャピしてて、うん、みんな喋りたいっていう元気があって、まあ、わざわざ可愛かった。お悩みもそうですけど、可愛かったですね。海原先生は、まあ、マイチングマチコ先生の作者だけあって、娘と高校生になってもお風呂に入ってはスケベかな。どうですか、ラリーさん。あ、みんなの無事解決できたんじゃないかのか。あ、なるほど、うん、解決できてラッキーだったっすね。次回の放送は5月18日。絶対絶対お見逃しなく。今週のダイブコレクションいかがでしたでしょうか。まあ、海原先生、それはダメですよね。はい、もうきっぱり諦めてください。まあ、愛情だとしてもね。そうですね、スケベじゃないとしても、やっぱマチコ先生のイラストを描いてる方ですから、はい、そういうこともね、ということで、まあ、マチコ先生のコーナー以外にも、はい、あらかくを紹介するコーナーで、先ほども紹介させてもらったメロディーランド、うん、マチア店なんですけど、ぜひ皆さんも行ってみてください、ね、美味しそう、うん、そう、タピオカが本当に台湾で仕入れたオリジナルのタピオカだそうなので、ぜひ行ってみてください。皆さん好きですか、タピオカ？好きです。あ、おい女子は好きって言ったけど。飲みますか、タピオカ？たまに飲みます。ただむせちゃいますけどね。むせる。なんでうまく吸えないってことで。メロディーランドのはむせません。もちもちしてて美味しいんで、ぜひ行ってみてください。はい、放送でしたからね、本当に、はい、僕も行ってみたいと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。次回またお会いしましょう。バイバイ。